はい、よろしくお願いします。岩井まさか YouTube からお送りしています。週刊ウニュです。岩井まさかです。そして、はい、三好純一です。よろしくお願いします。お願いします。今日は、ヘキソミノのダンスの振り返りです。はい。よろしくお願いします。します。共有します。はい。よいしょ。こういうやつですね。ああはは。これちょっと早すぎたかな。うん、まあ、ちょっとチラチラしちゃいますけど、何をやってるかというと、ヘキソミノっていうのは正方形を、6つですね。6つですね。辺でつないだ図形ですけども、はい、全部で35種類あるんですが、そのうちの種類が線対称であると。ああ、線対称だけピックアップしたわけですね。はい。で、その10種類同士がですね、この正方形一つのことをモノミノって言うんですけど、その一つ分しか違わないっていうか、一つの正方形を位置を変えることで、別の線対称のヘキソミノに変わると。なるし、もはや、この映像例で言えばもう位置まで変わるんで。そうですね。このなんかペコペコいうのが意外と楽しいよね。そう。同じとこ行ったり来たりするのが結構ダンスっぽい。あと、これは岩井が全部検索して求めちゃったんですけど、だから、うん、いざやってみると、あ、そうか、ここの何、金魚みたいな形じゃなくて、A、アルファって呼ばれてる金魚みたいな形がありますが、はいはい、それがなんかペコペコ。あ、向きが変わるんだとかね。はいはいはい。気づくとかありますよね。なるほど。あと T も表裏ありますんでね。I は動くし。ああ。E はミミズのように動くし。そうそう。なんかアメーバとか糸ミミズのダンスみたいな感じね。T みたいなやつは向きを変えるし。うん。確かね、なんか宮沢賢治の詩で、アルファ、ガンマ、なんとかってあるんですよ。その糸ミミズのダンスみたいなのを。書いてるのがあるんですけど、これそうだ、事前に三好さんにこう移動パターンを拾ってもらいましたけど、あれは合ってましたかね、あれ。あ、見てないですか。分かんない。あ、意外にやっぱ機械にやらした方が漏れがないかもしれない。うん、大丈夫だと思います。あ、大丈夫です。そうそう、機械品の方で漏れがある場合もあるんでね。あ、なるほど。ね、下手に作る。漏れてるかどうかってチェックしようがないですよね、多分。ああ、いや、だから、うん、プログラムできる人にやってみてっつって、同じなら同じです、ね。ああ、そう。同じかどうかの。ランダムなんで。あ、いや、違う。全部リストを出せばいいの。あ、リストね。ああ、そうか、そういう。リストをどう出すかは決めとかなきゃダメだけど。ああ、はいはい。こういう意味ですね。もう、愛にはまると割合愛っぽい絵が続いたりするわ。そうか、愛からの行き先が T、その小文字の T しかないから。ああ、なるほど。あ、そうか、1個なんだ。愛からは愛が移動するか T へ行くかだけなんだね。そんな感じです、ね。この C と、C と T も T だっけ、これ。C と、あ、そうか、C と T か。あの辺も。C と T も、なんかペコペコしてますね。よくやってる。あれも行き先が少ないんでしょうね。階段みたいなやつと、階段は E って呼んでましたけど、はいはいはい、アルファがペコペコ。うん。難しいですよ、なんかね。そっか。やっぱ音楽つけるといいですよね、昨日。音楽？ああ、なんかいいのあれば、うん、俺が持ってくればいいのかな。YouTube では無料の素材がありますので、ね。そうですね。だからその曲のなんかリズムに合わせて、こっちやっとけばいいですね。切り替えペースを変えれば。それとも、なんだろうな、BPM で120とかつってなって置いとくと、うん、勝手に曲かければ120で合いますけどね。おお。なるほど。あ、まあ、岩井がつけてもいいけどな。たまには岩井がつけようかな。
ド演歌みたいなやつです。ド演歌じゃない。ド演歌じゃないのにしときますけど。じゃないのにします。あ、ド演歌もいいですね。ド演歌にしときますか。ド演歌にテンポ合わせて作っちゃうから、ね。あ、ピャ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 ラララつって。ちゃっ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 。それはそれでいいかもしれない。まあ、お任せしますんで。あ、お任せ。任せだと。まあ、お任せだと。ほっとく可能性もありますけど。ああ、そっか。まあまあ、あ、まあまあ、じゃそうね。ちょっとやってみるか、たまには。うん、なんか、うち全部もう音楽なしでよくやってんでね、この図形のやつはね。うん、もう、猫の動画とかを見ると、みんなもう音楽が決まってるよね、パターン。出だしはこれで。ちょっと展開したときはこれで。うん、あれが多分 YouTube のみんな音楽で。俺はこれで楽しいし、これはいくらでもずっとやっていけるんで、ええ、うん、あとだから、この元の位置に戻ったところまでやるとループもするしね。そうですね、ちゃんと戻せるかどうかはあれですけど。ちゃんと戻るのは乱数に任しとくと一切戻んないということで、可能性もあるな、こういうなんかダンスものってね、ずれると、ね、ずれるともうずれたやつを引き継ぐんで。うん、もうこれもだって上側に行ったっきり下には行かないですもんね。うん、ちょっと、ああ、また上に行った。これより下にはもう行かない、二度と行かないから。戻ってこないっていう意味だよね、これが。普通には。戻ってない、来ない確率の方が高いってことだな、きっと。ね、普通のなんか平面のランダムウォーク、上に、上下左右に、一マス選んでやるやつだと、確かに、必ず戻ってくるんですけど。あ、必ず戻るの？確か戻る確率が1じゃないですか。まあ、必ず戻るかどうかは別として。あ、じゃあこれも1ですね。なら。どうだろう。どうだろう。向きがあったり、同じ形で戻るかっていうと、ちょっとまた情報の量が違う気がする。あ、本当。そうね、ちょっと多いか、ね、面白いのは3次元の上下左右前後までやると戻んないらしいですね。あ、そうなんですか、ランダムで。うん、へえ、すごいですね。それはなんか新しい情報ですね。うん、確かそうだった。いろいろ数学風、数学かな、数学にはいろいろ知らない事実がまだまだ転がってますね。まだまだつって言わないぐらいじゃ何もしてない方が多いんですけど、はい、確かそう、まあ、少なくとも1次元だと絶対多分確率1で原点に戻る。ああ本当に、へえ、もうそれだけやってみようかな。いつ戻るでしょうか。あ、これは眺めてるだけ、はい、まあね、まあまあまあ、これはこれで、はい、またそうですね、これでまた正方形を増やすとかね、ええ、まあ、音楽をつけるとかね、いろいろ展開もありますが、はい、今回のはこれで、はい、はい、ということで、また、あ、チャンネルを登録をよろしくお願いします。いいね、よろしくいいねもよろしくお願いします。ということで、また作っていきますね。はい、岩井でした。ユニエスでした。どうも。